はい、どうもジャンダルケです。というわけで今回は少し短めな動画になるんですけども、知らないと確実に損するシステムということで、結構ねリスナーさんからそれに関する質問がすごい多く寄せられたんですよね。でそれをちょっとね自分なりに調べてみたりだとか、いろんな人から聞いてみた結果、やっぱりちょっとバグというかなんか変わったシステムなので、ちょっと早めに皆さんに紹介しておこうかなと思います。本当にこの動画を通じてジャヌシャの動画めっちゃためになるやんけって友達に広めるわではなくて、僕の名前とか一切関係なく、この動画とか一切関係なく、ぜひともこの情報を広めてほしいです。はい、なんだったらねこれを見てる実況者だとかいろんな配信者いると思うんですけども、いろんなところで言ってください。ワールドウォー2ね本当に楽しいんですけども、システムがめちゃめちゃガバなんですよ。カスタムマッチやったことある方分かると思うんですけども、 BO3IW よりも劣化してるんですよね。武器の縛りの固定ができないんで、SR2-2 これおばあさんから聞いたんですけど、 SR2-2 とか山岳とかなんかまあいろいろとつけちゃダメだよっていう、まあ、一応ちゃんとしたルールがあるんですよね。 SR2-2 の、まあ、いわゆるバリックスサイト禁止だよって言われてるのにつけてきたりだとか、そういうのが普通にあるみたいで制限できないんですよ今作。それ以外はもうめちゃめちゃシステムクソなんですよね。まあ、そういったところで、まあ、アップデートとかパッチが来るまではやっぱり自分たちで、ね、できることはやっておかないとなっていうことで、ちょっとまあ最新情報ではないんですけども、皆さんに耳寄りな情報ね発信していきたいと思います。でこちら、ワールドウォー2の方に、クレジットっていうのがあるんですよね。だいたい4時間に1回もらえます。だいたい1日ねやっていくと、600クレジットぐらいもらえるはずなんですけども、こちらクレジットの使い方、皆さんご存知でしょうか。知らない方のために説明すると、契約とコレクション、こちら2つで使えます。こちら契約の方で例えば、こちら20分以内に、3ヘッショを取ると、報酬で 750XP もらえるんですよね。その代わり契約として50アーマークレジットがいるということで、まあ、お金を払ってその代わり、経験値をもらうって形のシステムとなっております。こちらもともとブラックオプス1の頃にありました機能です。で一番高いやつで言うとこの1175アーマークレジットってことで結構高いですよね。まあ、その代わり30分間でドミネーションで25キルって形なのですごい楽ですね。それよりも有効的なクレジットの使い方がありまして、こちら、コレクション、こちら MWR の頃にあった機能なんですけども、ポイントを支払うことで、こちらが購入して、最後こちらの、武器をゲットすることができるんですね。まあ、いわゆるこの7個、下7個全部集めるとこの一番上のお目当ての商品がゲットできるってシステムで結構良心的ですよね。こちら決定的なバグというかシステムがガバってるところがありまして、こちらご覧ください。はい、7個全部集めてるんですけども一番上が買えません。はい、結構このバグで悩まされた方も多いんじゃないかなと思います。なんで買えへんのっていう。普通であれば全部7個揃ったら自動的にもらえるんですけども、なぜかもらえないんですよね。実際にちょっとやってみるんだけども、例えばこの MG42 この1025ポイント買ったら先ほど見てもらったように下、全部7個揃います。で本来であれば先ほど見ていただいたようにここもらえないはずなんですけども、これを買うとはいもらえるんですよね、ジッパーの方が。これが本来の普通なんですけども、なぜかガチャで揃えてしまうとゲットできないんですよ。これちょっと謎ですよね。ガチャで揃えてしまうとできない。なので僕一個例であるんですけども、これ全部ガチャで揃えちゃうと、こうなっちゃうんですよね。はい、なので皆さん多分今8分の7とか7分の6とかのやつがあると思うんですよ。それ急いで買った方がいいです。じゃないとちょっとめんどくさいことになりますので、こっちの高い方の9600クレジット払わないといけないので、できれば揃う前にラスト1個だってなったらちょっとポイント高いやつあるかもしれないんだけども、クレジット消費して買っていく方がまだマシなんじゃないかなと思います。はい、先ほど見ていただいたように1000クレジット払うだけでゲットできるやつとかありますので、そこら辺ちょっとうまいクレジットの使い方して買っていただけたらなと思います。そうですね、例えばこちらトリガーハッピーね、エピックのワッフェ、結構ね SMG のバッフェ先輩かなり活躍してくれるんですけども、こちらもゲットするためには、こういう風に買っていってよいしょやると、はい、トリガーハッピーバッフェが、ゲットできます。なのでぜひとも皆さん、こういった形の、クレジットの使い方してください。はい、じゃないとちょっと損する側に回ってしまいますので、はいよで、はい、こういった形でみんな大好き SR もゲットできます。 DA フィールド、はい、じゃあ最後ちょっと余ってますので、こちら、はい、最後買わせていただきます。これ何か出るんだろうよ。あ、服か、まあ安いなまあこういうちょっとしょうもないやつもあるんですけども、まあ1000ポイントぐらいで出せるんであれば全然マシだと思います。ですのでちょっとこういった形にならないように、皆さん気をつけてください。はい、というわけで今回実況ではないんですけども、こちら、紹介の方をさせていただきました。はい、もしねこの情報初めて知った助かったって方はぜひとも、高評価ボタンの方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。あっ
よいしょ、あいつはスナイパーライフル、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 出会ったらゴールゲッチュー、あんな言えるお前、あれ、カウンター出せない、出せないのか、いや、希望こい、フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お、倒した、池田、やった、これ何、何これ何、スパイダー、雲の皮、あ、してください、やめろー、何のキーが動かない、駐車止め、おーしゃ、マジで嘘、お前が、ちょっと、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジで、わざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。